去年8月、県北部を襲った大雨の影響で一部区間で運休が続いています。高額な復旧の費用に加え、赤字ローカル線の今後の在り方が全国的に見直されようとする中、沿線の地域からは様々な声が上がっています。線路脇の小道は子どもたちと手をつないで歩いた散歩コースでした。バイバイって言うと警笛はファンってなるガーって言って鳴らしてくれたって言って、いやそうではないんだよって踏切があるからだよって思うんですけど、子どもは喜んでるんで、あーって言って挨拶してくれたねって子どもの頃から米坂線を利用していた田村優子さん、母となってからは子どもたちを連れて列車の旅を楽しんでいました。しかし今警笛が響くことはありません。草がこう生えてるのを見るとね、そう寂しいですよね。そこに、ね、人が通ったり車が通ったり電車が通ったりするだけで、ね、草が生えてこない、ね、山形県の米沢駅から村上市の坂町駅までおよそ90キロをつなぐ米坂線。この時期は八重桜に水仙、四季折々列車から望む自然豊かな景観が地元の人や鉄道ファンから愛されてきました。しかし去年8月、山から押し出された土砂が家を押し潰しているのが分かります。県の北部を襲った記録的な大雨、土砂や流木により線路は至る所で寸断されました。もうあそこに米坂線が通ってるので、やっぱりもうここからこう見えてくると、あーって折れ曲がった線路がむき出しに見えてしまうので、山形県の今泉駅から村上市の坂町駅までが運行停止に。土砂崩れを防ぐ地盤工事が進む一方で、線路は未だ手つかずのままです。こうした中、 JR 東日本は先月、米坂線の復旧にかかる費用と期間などを明らかにしました。費用が約86億円、工期が約5年ということで、我々が単独で復旧を判断するには少し大きすぎる額だなというふうに思っています。復旧の費用は86億円、しかも単独での復旧は困難という JR 側。これに対し花角知事は、JR さんが独力で復旧していただくのはそれが一番ベストですけどね。災害からの復旧と、そしてローカル線問題、ローカル線の将来の在り方をどうしていくかということについては分けて考えるべきだというふうに思っています。一連の報道に米坂線を利用してきた田村さんは、もともと赤字路線でしたし、その86億というお金をかけて復旧してどうなるんだろうっていう、思いとしては復旧みんながしてほしいと思うんですけど。一部区間で運休が続く米坂線の沿線では、バスによる代行輸送が行われています。田村さんの長男小堂さん、運休によって代行バスで高校へ通うことになりました。困っているんだなって感じることは移動上ではそんなにないんですけども、やっぱりこの寂しさがある、景色が見れない。あ、景色、あ、それもある。線路上の景色、そう、景色は本当に見たい。一方でこんな意見も、赤字路線だし、そう直しても赤字増えるだけって可能性もあるから、直さなくても別にバスで足りてるんだったら、バスの台数ちょっと増やせば多分大丈夫なんじゃないかなと思うんです。
バス増やした方が安上がりみたいな、それで安くなるみたいな。地元の人たちも指摘する赤字路線。 JR 東日本は去年、利用者が少ない路線の収支を初めて公表しました。そのすべてで赤字に。米坂線も例外ではなく、コロナ禍前の2019年、赤字額は18億円余りでした。さらに、100円の収入を得るためにかかる費用を示す営業係数は、山形県の今泉駅と村上市の坂町駅の間で2500円を超えていて、ローカル鉄道が抱える経営課題が浮き彫りに。 JR はバス路線への転換なども含め、沿線の自治体と協議を進めていく考えです。岐路に立つローカル線。民間リサーチ会社の調査では 75% が最寄りのローカル線をほぼ利用しないと答えた一方で、 52% がローカル線は地域住民の心の支えになっていると回答したといいます。ローカル線の存在意義とは。北海道では2019年から今年3月までに4本の路線が廃線となりました。高波や台風の被害を受けた JR 日高線もその一つ。復旧には80億円以上かかり、再び運行する場合、毎年およそ13億円を沿線の自治体で負担する必要があることから、復旧を断念したといいます。新日高町の大野克幸町長も、廃線の決断を下した一人です。毎年毎年数億というお金を各町が支払ってまで JR を動かすのか、やはりそこには何らかの措置があっていいのではないかというものもあって、ずっとそういう思いを国なり道に伝えてきてますけども、無理だったので、それであれば自分たちで持たなきゃならないんだったら、これは無理だよねっていう方に舵が切れた。そして2020年、日高線は廃線に。バス路線が拡充されました。廃線の決断は正解だったと思いますか？JR に乗る方が少なくなってくる。そこをバスというもので運行形態を毎年変えていくなり、で少なくなったところはここやめようかというような協議はフレキシブルにできるんじゃないかなというふうに思う。一方、赤字路線の中でも福島と新潟を結ぶ JR 只見線は、 JR 東日本や沿線の自治体が協力し、90億円をかけて災害から復旧。去年、11年ぶりに全線がつながりました。米坂線の復旧を願う関川村の田村さん。米坂線について SNS で積極的に発信してきました。1年前の春、米坂線に乗って米沢まで出かけましたって、これをどうか復活しますようにって載せたのが3月22日ですね。本当に米坂線のことが心配です。まあ、こういうコメントがよくね、こう皆さん入れてくださってて。さらに忍笛奏者という自身の強みを生かし、イベントなどを通して米坂線を盛り上げたいと考えています。そこに住む人たちが復帰をね、願う、こう熱い思いとかなければ、やっぱり復旧は厳しいのかなって。もし復旧できたら、今度はね、観光に行かせたらいいなって、思いますね。地域の交通手段として何が最適なのか。そして赤字を抱えるローカル線は今後どうあるべきか。今まで以上に真剣な議論が求められています。